トリリオンゲーム、初回、メグロハスの破天荒な役柄と予想外な展開が話題、次回も楽しみ。14日、スノーマン・メグロハスが主演する金曜ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK の初回が放送され、反響を集めている。同作は、メグロハスの連ドラ単独初主演作。ゼロから起業し、1兆ドルを手に入れる、前代未聞のノンストップエンターテインメント。稲垣理一郎の原作、池上良一の作画による同名漫画、小学館。中学の同級生だった春目黒、戸学、佐野優斗は、霧姫と呼ばれる黒竜霧花が取締役を務めるドラゴンバンクの入社面接をそれぞれ受けた。口のうまい春は真っ赤な嘘を並べ立て、見事採用される。一方の学は不採用で、くしくもドラゴンバンクの窓拭き掃除のバイトをしていた。すると内定式に出ていたはずの春が屋上から降りてきて、俺みたいな口とハッタリで世渡りするやつ、お前みたいな知識と技術のあるやつがいて初めて両輪になる、と内定を蹴ってきたと明かし、会社を設立すると言い出す。